直子先生、はい、大変です。うん、2週間で TikTok のフォロワー1万人超えました。今の心境教えてください。正直ものすごくありがたくて、もう本当に大変嬉しく思ってます。だけど別の側面ではちょっと気持ちが追いついてなくて、ってのがもともと私 TikTok ってやってないんですよね。でも今こういうツールを通じてこれだけの多くの人にメッセージが送れて、フォロワーがこんなにも増えたことを嬉しく思ってます。ただ本当に申し訳ないのが、たくさんコメントいただいて質問いただいてるんだけれども、全部の質問に答えることができてないよね。だから急いで急ピッチでそういった質問に答えるサイトを作ってますので、もうちょっとそこだけお許しください。いや、これ10万人もすぐ超えますね。本当？嬉しいわ。私の願いはね、本当にこういう TikTok を通じて一人でも多くの人が歯に関心を持ってほしいの。私は決してうちのクリニックに来てほしいなんて全然思ってないのね。いいのいいの、近くで、あなたの近くに必ずいい歯医者さんがあって、必ずいい衛生士さんがいる。この歯科の業界で私が思う一番崇高な仕事はね、歯科衛生士さんなんだよ。歯科衛生士さんがあなたの歯を守ってくれるの。歯医者さんっていうのはただ歯を治すだけだから、うん、そんなに当たり前に過ぎない。でも一番大切なことっていうのは歯を守ること。この世の中で最大の医療は、最高の医療は予防なんだよ。どんな治療も必ず副作用がある。いい？ただでも両親からもらったあなたの歯、そのあなたの歯こそが最大の価値で、それを守ることが大事なの。それを伝えたいんだよね。めっちゃいい話来ました。ありがとうございます。どういたしまして、これからもよろしくお願いします。